よかったというふうになってしまっている。それで PCR 検査、例えば洗濯検査だけでも来るんであれば、1日数千件は簡単にできます。数万件までいくかもしれない。山中さんの再生検査だったら、サイナだったら、数万件簡単にできるはずですし、東大で、東京大学だったら、もう全体合わせれば10万件ぐらいは簡単にできます。技術者もいます。生物学的安全施設もあります。だけど、病院以外は全部閉じてしまう。これが、結局、一番問題でして、今我々がやるべきなのは、21世紀の科学技術でもって、この細胞性免疫、液性免疫、自然免疫というものが、この口腔の粘膜のところで止まるものと、重症化という深部まで行ってしまうのがどう起こっているのか。今、東大のですね、小玉達彦先生の、参議院でも参考人に来ていただいてお話をいただいたんですが、とにかく検査が増えない、ここまでに行っている。で、検査の全体のですね、世界の中の流れをちょっと表にしますとですね、日本だけが全然伸びてない。で、大体その、東大だけでも10万件できるって今おっしゃってました。それから山中教授って、山中伸弥先生ですね、IPS の、あの京都大学でも、かなりできると。だけど、大学で今やってる PCR の数はですね、たったの8000件です。だから、熱が出ても、なかなか検査をしてもらえない。で、一応の人たちは、まあ、私はこれどうやってやってるかというと、研究者とリンクして、そしてまあ、国会議員が地方に持ってってはいけませんから、それで、簡易な検査をしてるんですけども、これだって、みんなが手に入るかっていうこと、なかなかですね。で、ちょっと情報を出してみてください。これがジャパンって書いてある。これ一番下です。アメリカ、こんなにやってるわけですね。あるいは、これちょっと、文字が見にくいですけども、スウェーデン、イギリス、みんな検査をやって、もう中国とか、韓国、シンガポール、台湾はですね、ゼロコロナって言って、もうコロナを封じ込めてますから、来年からもう経済がどーんとまた、良くなる。で、日本は、ウィズコロナとか、わけわからんと、ウィズコロナ、ウィズってない、共にと。コロナと共存なんかできやしないわけですよ。だから、コロナを封じ込めなきゃいけない。そのためには、徹底的に検査をしなきゃいけない。で、なぜかというと、この新型ウイルスに特徴があってですね、これですね、これ発症の前から移る。それから、発症してない人、無症状の人からも移る。これが、ここが発症です。この前からも移る。ということは、早めに検査をして、まあ今、濃厚接触者って言って、佐賀の責任者は私の高校の同級生の佐賀大学の青木君がやってますけども、それでもですね、こういうことをちゃんとやっておかないと、それから、いつ、今、昨日、一昨日もハーバードのちょっと話をしましたけど、このウイルスっていつ消えるんだろう、体の中からですね。小田先生はお医者さんまでいらっしゃいますけども、ヘルペスウイルスとかエイズウイルスは、例えばヘルペスとかいうのは神経の中に入って、それ取れませんね。このウイルスはいつなくなるんだろうというのを今ずっと議論しているわけです。で、いずれにせよ、徹底的に検査をしなきゃいけない。そのためにも法律を改正させてくださいと。もう昨日菅総理がですね、会見をされて、もう、会見もなさらないわけです。全部を差し控えます。差し控えます。差し控えます。あんなこと言うんだったら、俺たちも税金払うとか差し控えたらどうなんやろうと。総理を差し控えてほしいと、本気で思います。私、安倍内閣が最悪の内閣だと思ってましたけども、もっとひどいですよ。陰湿でですね、非常になんていうかな、何をやるかわからない恐ろしさがあります。で、法律をちょっと出してみます。これがですね、感染予防法で、私たちが10年前に、新インフル特措法っていう法律を作りました。で、この新インフル特措法では、まあ、10年前の新インフルエンザがガーッとなって、ものすごく困ったり、そして防護具がなくなる、マスクがなくなる、
あるいはそのさまざまな器具がなくなるなんてことはあっちゃいけないから、どうなったら、どれぐらいの感染が広がったら、あと追い切れなくなったら何に指定して、そして人の動きをどうしなきゃいけないか、全部ここに書いてあるわけです。でもこの法律をですね、かたくなに、もう去年の1月、あ、今年の1月からですね、これをやってくださいと。実はその武漢で一番最初にこの新型ウイルスが発見されたのは去年の12月のことだと言われています。で、私も情報が入りましたから、1月6日、今年の仕事始めの日に厚労省にこうやって、なんか正体不明のウイルスが、もうまるであの映画にバイオハザードとかありますね。ああいうその時はですね、生物兵器だと聞いたわけです。生物兵器を研究している研究所から、それが漏れてしまったと。これ大変なことだっていうふうに去年聞いたもんですから、去年の12月27日ですから、もう1年近く前になります。でもこれ他の人に言うわけがないから、厚労省の人に、ちょっとこんな話があるけども、皆さん知ってますか？聞いたんです。そしたらですね、何と言ったかというと、1月6日にちょっと調べて、年明けにお返事しますということで、来てくれたら、ちゃんと調べてくれてました。その時にですね、中国の武漢という町は、そうですね、人口が1100万くらいです。中国の中でも非常に近代化した町です。で、その町で、ウイルスが漏れたのは本当みたいです。でもこれは海鮮市場って言って、海のものを、扱う市場から広がって、59人が感染している。でも亡くなった人はいません。59人ですよ。で、一人一人感染する証拠はまだ見つかってませんということです。それが1月6日なんです。でももう皆さんご存知の通り、1月23日にはこれがですね、もう武漢は閉鎖されて、で、私たちは中国からもう渡航をやめさせてください。もう何万人、4万人ぐらい来たんですよ。北の方からだけでも。で、それを止めさせてくださいって言ったんですけども、いや、そんなね、大したことないと。大したことないからやんなくていい。大したことない、大したことない、大したことないでやってきたわけです。でも、ある時、これは大変なことだって言うんで、学校をガーッと止めてですね、彼らがやるのは必ず金曜日なんです。金曜日に学校を止められたらどうなるかと。卒業式もできなかった。まあ、佐賀は例外的にやれたところがありますね。だけども、この法律を使ってくれと言ったんだけど、こっちでやってしまう。で、今回も、この法改正はどういう改正かというと、知事と総理が責任をこう押してやっておられますね。で、知事、市長が自分の権限でやれることを増やそう。検査もきっちりやろう。それから今、医療機関、佐賀の医療機関からもですね、もうボーナスも減ったと。で、自分たちももう限界だと、ずっと緊張さらされてるから、大阪の看護師さんはたくさん辞めて、もう SOS の通天閣ですか、大阪城ですか、太陽の塔、赤くなってる。で、こういう状況をですね、やっぱ根本から変えるためには、法律を作り変えなきゃいけない。で、法律を作り変えるためには、国会が開いてなきゃいけないわけです。で、他にも、今回のさ、被災者生活再建支援法という法律、これは通りました。裁判もですね、3年連続で来年再開を受けます。ちょっと災害の写真を。これ去年の再開の時にですね、ちょっと午前も回ってまいりましたけども、これですね、ずっとですね、線状降水帯と言われる西の方の海でできたその雨雲がですね、どん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 こうぶつかって、九州山脈にぶつかって、今年は人吉を中心としたところに大雨を降らしました。で、私たちは、平成26年に法律を変えて、こうやってですね、5段階で皆さんが、しっかりと、移動に困難の方がおられます。だから、あらかじめ登録をしておいて、そして、
ときにしっかりと避難ができるようにしようということをやってきたわけです。で最後は人口10万人あたり の消防団員の数が一番多いですね。佐賀市長も随分よく頑張ってくださいました。太田先生やいろんな方々がですね、でこの間何をやってるかというと、保健所も佐賀も統廃合しましたよね。一番命の大事なところをですね、削ってきてるんです。でそれを変えないか。東京はですね、例えば三玉地区ってありますけれども、人口がものすごくたくさんおられるにもかかわらず、保健所だったり、ちょっとしかないわけです。で、今日私がまず皆さんに申し上げたいのは、命を守ることを最優先にやっていきましょうということであります。ちょっとさっきの、あれに戻してください。これですね。で、この法律を作り、そして、選挙のことがいっぱいしろんだわけです。種苗法って、今日農家の方々もおられますけれども、全くその根拠はないのに、自家栽培するとですね、罰金が来るって、1000万罰金が来ると。で、そんな法律があっていいですか？つい今週通ったわけです、これ。それから、1000でいいことをいっぱいしてもらったのに、最大のものが GoTo トラベルです。これ、移動すればですね、感染が広がるに決まってるじゃないですか。で、しかも、ある自民党の国会議員には何千万も献金がいっている。一部の人たちだけがですね、渡航して、多くの人たちが、置いてけぼりになっている。この状況を徹底的に変えていかなきゃいけないというふうに思います。ちょっと、次の、あれを出してみてください。これですね、緊急対策ということで、これ、いろいろやったんですけども、入院医療機関の設備事業、これ、全然行ってないところが、こんなにあるわけです。今回の予算委員会で、枝野代表がはじめ、追及を、これは岡本議員がやったわけですけども、17道県では、入院の医療機関の整備事業にお金が行ってない。帰国者、接触者外来って言ってましたけど、そこもこんな状況です。で、お金の使い道はやっぱり徹底的に間違ってるわけです。持続化給付金っていうところもですね、これ、今年でもうやめにする。今日この後4時からズーム会議をやりますけれども、本当にその経済がバカッと止まってしまって、雇用もなくなってる。そうであるにもかかわらず、こういう状況であります。農業について申し上げると、5年前に減反政策を廃止しました。で、来年はですね、米が約40万トン余剰に作られるって言っています。で、これも全部ですね、自己責任なんです。自分のところで、需要の分だけ作ってください。あとはもう知りません。あとは知りませんじゃんですね。これ税金にならんのです。昨日の会見も、皆さん頑張ってください。私は何をするかというのは一言も言いさなかったわけです。私たちが出して、毎週ですね、政府与党連絡協議会というのをやって、そこで提案をしている。そこをこうつまみ食いしてですね、これもやります、これもやりますっておっしゃったけど、根本的なところは全部外しておられる。米はもう私たちの主食ですよね。農業、農村の中心です。しかし、何をやっておられるかというと、世界で、去年の段階で、まだコロナがスタートする去年の段階で、8億2000万人の方が飢えておられました。で、ところがこの日本のこの状況は、もう勝手に作ってくださいですから、ちょうど今、お米の代金とかが入ってくる時期じゃないですかね、12月ですから。皆さん、農協の通帳を見てですね、佐賀の農家の皆さんも驚いておられます。もちろん、災害で、去年が53、今年が82ですから、非常に厳しかった。運河の被害とかもあってですね、厳しかった。作付けも、作況も悪かった。だけど、作況も悪いだけじゃなくて、
米の値段が落ちてるわけです。で、米の値段が落ちてしまえば何が起きるかというと、農業農村が再生していかないんですよ。だから私たちは民主党政権の時に、農家の個別所得補償制度といって、国民全体で農家を支えていこう、農業農村を支えていこうとやったわけです。太田先生と一緒にですね、私も政府一郎先生の弟子ですけども、佐賀には高倉人八会とか、天山人八会とか、神崎にもありましたね、人八会といって、農業農村をですね、引っ張っていくリーダーの勉強会があります。佐賀なんですよ。で、ところが今その状況がものすごく厳しいことになっている。で、先手いいことはそうやって種子法をなくしたり、種苗法を新たに解約したりしている。で、なぜこんなことをやるだろうと。私もかつて自民党の県会議員でしたから、自民党の人たちが国民が憎いってやってるとはとても思えないです。でも、主導しているのは誰かっていうと、後ろにいる人たちはどういう人なんだろうかというんで、ちょっと、緑の文献会とかね、これですね、中央に中央に、だから、総理は秋田の生まれで農家の生まれだから、農家に寄り添う政策をされるだろうって思われるかもわからないけど、違いますね、都会に行って、都会の新自由主義に染まってしまうとですね、地方に行く補助金、交付金は無駄だと。農業は甘えてる、雇用についても、そうですね、竹中さんがこうおっしゃってましたね、首を切れない、正社員が首を切れないから、非正規の人を増やすんだと、もうとんでもない話なんです。つまり、誰のための政治をやってるかというと、こちらはですね、大都市、海外、外にばっかりお金を、おとといですか、1万8000台のタブレットを、よそに、ただで差し上げられましたね。今、子供たちは、コロナで学校に行けなくて、タブレットがないと、リモートの勉強できないんですよ。佐賀は、幸いにして私未来の学校で、いち早く取り組んできましたから、それは佐賀は、多分、皆さん、子供たちも、佐賀の子供たちはそこまで、他の地域の子供たちはそこまでないと思います。このことについてはですよ。だけど、どん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 こう、奪われて、ここに原発書いてますけども、大規模独占集中、そういうエネルギーがもう成り立たなくなってるわけです。何をやんなきゃいけないかというと、そうじゃなくて逆、地域を循環する、小規模、分散、共同、そして自然との共生、お互いが協力し合う、そういうエネルギー、あるいはそういうお金の流れ、人の流れ、資源の流れにしなきゃいけない。で、言うは簡単だけども、できるんですかということですけども、それはできます。で、今、新たにですね、ブロックチェーンというその分散型のコンピューターのシステムができまして、通貨についても、そこの循環するお金、みんなを支える、その優しい、あったかいお金については、一段階で、価値を高くする。そうすると、佐賀も原発に来てるんですけども、外に対して5000億お金を払って、ある時の試算でですね、5000億という数字が出てます。でも、外に払うんじゃなくて、中を回せばいいじゃないですか。中を回せばいい。医療もですね、私も感染症で苦しみましたけども、ちょっと今、何をやってるかということを、政府の批判ばかりじゃなくて、私たちだったらこうやるんだ、私たちだったらこっちを選択する。ちょっと医療の ICT のところ、私の主治医がですね、前の陛下のこの人ですね、武藤さんって、武藤先生っておっしゃるんですけども、前の陛下、今の上皇陛下の主治医をされています。この方がですね、シンガポールで、医療法人を作って、東日本大震災の時は一番早く被災地にクリニックを出した人です。もう令和の野口英世って言われてる人なんですが、今東京でもですね、
在宅医療、東京は東京の苦しさがあって、物価の高いところに高齢化していますから、一人一人がものすごく孤立してしまう。で、そこに在宅医療をなさっている方ですけれども、情報通信を使った在宅医療、かかりつけ医制度っていうのをですね、日本で初めて、情報通信を使った教育制度はこの佐賀が初めてですけども、福岡でスタートをしてます。4年前ですね。で、福岡の感染が、他の都市に比べてなんでこんなに低いのかと、陽性率が言われるのは、このことも一つ大きく原因していると思います。つまり、家にいながら、血圧や、家にいながらその血糖値や、家にいながらその、お医者様がですね、直接見るのと同じような、そういうモニターっていうんですけども、ができる。だから、一回一回病院に行ってですね、集めてしまうと、感染症の危機がありますよね。私もですね、それこそ、自分の病院に行けないんですよ。検査センター。佐賀の県病院ですね。でも東京から来てるんで、PCR をせんと行けない。それなぜかというと、感染の危機があるから。こうやってですね、今度、これを、長崎でも入りました。佐賀でも、九州がこれ先に行ってるんですね。で、こういったものを前に前に進めていきたいと思いますし、次お願いします。次のところで何でしょうか。そうですね。これがいろんなその支援金の執行率ですけれども、休業支援金については 7.4% しか出てない。それから家賃補助。経済が止まってしまってますから、その公的なところで支援せねえかも。だけど、届いていない。持続化給付金について、これが持続化給付金はですね、中抜きのそのところがいっぱいこうやってやって、769億も使えますよって言ってました。ところが実際に、困っておられる方々にはお金がいってなかった。で、毎回毎回、ヒアリングをやって、改善をしてきましたけど、まだ、多くの人たちが取り残されてるっていう状況です。で、持続化給付金については、これ農家も出ますですね。で、ところがですね、春に出たわけですけども、去年の売上に比べて今年が減っているところ、だから施設園芸のところとか出たところは農家にもあるわけです。ところが皆さん、佐賀はどうかというと、米、去年が53、今年が82ですから、去年より今年は、82もひどいですよ。ひどいけども、去年よりはいいわけです。ということは対象にならない。で、こういうね、ところをやっぱ変えていかなきゃいけないで、なんでいかないんだろうと思って調べてみたら、こうです。ね。これ、電通って書いてあるので、私も心が痛むわけです。電通って佐賀のね、大変、出身者も多い大事な企業、私も大学の時ここを受けました。三次試験まで受かったんです。で、その後はちょっと言いません。でも、こうやって孫受け、下受け、再孫受け、こういう状況。中抜きをする状況なんです。で、こういったものをなんでチェックができませんかと、経産大臣どうしてこうなるんですかということをですね、ずっと言い続けています。次お願いします。それで、昨日、国会を閉じてしまいましたけれども、7兆円の予備費がまだあるわけです。7兆円の予備費が。なんで使わんですか、なんで病院に補助せんですか、なんでその PCR やらないんですか、せんでいいことがいっぱいやってる。で、例えばですね、子育て世代への臨時特別給付、これ再給付が決まりましたけども、やっと昨日一人親世帯、これもやりますよって、だったら最初にどんどんやればいいじゃないですか。
で、そんなこと言うとお金がありません、県議会の時もお金がありませんってすぐ言ったでしょ。こうやってですね、お金がありませんって言いながら使わんでいいところにいっぱい使ってるわけです。今皆さんマスクなさってますけど、アベノマスクされてる方一人もおられないですよね。アベノマスクご安心させですか。直しと100年後 の、 あの歴史の教訓、100年後にのその時まであったんですけどね。いや皆さん要はこれ全部あの覆わなきゃいけないんですよね。で、不織布 のマスクをしなきゃいけない。で、あれだけだって469億円。あれ誰のお金ですか？国民のお金ですよ。でもやんなきゃいけないところはもう全然審査なんだ。あの、緊急包括支援金交付事業。これ、不足分6000億交付。こうやってずっとやって、で、昨日の会見はこの中のつまみ食いだった。いや、つまみ食いでも審査も良いですよ。でもやるんだったら全部せんべい。それと、消費税についても申し上げておきたいと思います。消費税はですね、私は野中さないかんと思ってます。それなんでかっていうと、いや、あのね、そがんこと言うて、日本の財政は持つとねという話ですけども、例えば同じコロナに襲われているよその国々、どんくらい予算を出していますか。アメリカ、いくら出してます。このコロナで落ちた経済のために。300兆。日本は50兆も出してないでしょ。だから、来年どうなるかっていうと、IMF が言ってるのは、日本だけが来年、またこの状態。再来年もこの状態。2024年でやっと回復するってやってる。中国、アメリカ、ロシア、みんな回復する。ちょっとこの30年で日本がどうなったかっていうことをですね、ご覧ください。なんか日本は世界第3位の経済大国っていうかって、貧しくなった年金も持ち上げようと思われませんか。で、これがですね、各国の GDP の推移といって、要するに1年間に生み出す価値、それがどれぐらいあのですかということです。1980年代、まだ日本は出てきませんね。やっと出てきた、今何年ですか？87年。90年。で、上に上がってきましたね。こうやって皆さんのお力のおかげで、ずっと上がってきたわけです。で、ところが、これ何年？2002年ぐらいからダーンと下がり出して、で、この後民主党政権で少し上に上がる気配がありますので、顔を出しません。で、2013年でちょっと出ましたね。あれ、民主党政権ですね。で、その後またドーンと落ちて、もうないわけです。で、じゃあ、これはあの1年間に生み出すもの。じゃあ、経済成長。これはあの輸出ですね。いや、そばに言うたって、世界に輸出で、儲かりよって大丈夫さという話があるけども、日本は、これだと今4位ですね。2006年か。はい。動かしてください。どん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 ですね、中国が上がっていくわけです。これ。一番上に赤い、あれがもう、アメリカもその輸出の利益でも、もう勝てないんですね。で、日本は、こう下がってきてる。利益が下がってきてるわけです。そして、次のこと。あんまりこれ、動くと見て目のチカチカする。これが一人当たりの GDP です。増加率ということで、日本はこんなまず下の方ですね。これを次のグラフ。ドル換算の GDP の増加率で見たら、日本はどこにあるかというと、一番マイナスです。それはね、ドル高になっとる件がそうやろうって言うけども、マイナスです。
円換算にしてみてください。円換算にしてみてもこんな状況です。で、なんでこうなってるかと。ジャパンアーズナンバーワンって言って、もう日が昇るような国だったものが、なぜこうなってるか。平成の30年間、まさに、緑の文献界隈のところで、都市に都市に、外に外にお金を吸い取っていったわけです。そして、国民の利益を、例えば1900、GDP がまだ上だった時には、銀行にお金を預けてたら、金利が 5% とか 6% とかつきましたね。100万預けてたら5万、6万来たわけです。ところが今100万、仮に預けても、もう金利はスズメの涙ぐらいしかない。むしろ逆に、これからその銀行にお金を預けたら、ここには払わないかという、ことさえ言われているわけです。だから、こっちに帰れない。こっちに。そして、経済を一番いじめたのが何かというと、消費税。で、私も途中まで消費税は、直間利率、直接税と間接税の比率を変えないかというのは、本当かなと思ってたんですよ。ところが、この消費税にはいくつもガラスガラスがあって、消費税は、一つのからくりは、仕入れ控除、仕入れ控除ってあんまり聞いたことない。お気になることないと思います。仕入れ控除。企業なさっている方は、多分、仕入れ控除。仕入れた分を、払う税額から控除することができますよ、ということです。で、仕入れ控除の対象は、人件費。人件費は対象になりますでしょうか。人件費、正社員を雇う人件費は、この中に入らないです。ところが、外注費。外注、さっき、ちょっと点数のところで。これですね。これ、外注したものです。外注したら、税金は減らしているわけです。それから、外注もだし、非正規社員、非正規社員は物件費、派遣、よその派遣が外注です。これも仕入れ控除にしていいわけです。ということは何ができてきているかというと、どん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 不安定な働き方に、もう税が、税っていうのは普通は働き方に対して、働くということは国民の人間の尊厳そのものだから、それを守る形にしなきゃいけないのが、逆の税制なんです。氷のような冷たい税制が消費税だということ。それから、でも、一部の人たちにはいいんです。それなぜかというと、今度は、外国にですね、外国に、輸出してるところ、で、輸出してるところはですね、日本で消費税を払って、相手の国で税を払うと二重払いになりますから、その分は戻ってくるわけです。ところが、外国って言っても、アメリカ消費税ないじゃないですか。だから、ないのに戻ってくる。それはおかしな話ですよね。で、消費税がこの間、いくら皆さんからいただいたかというと、大体370兆ぐらいです。これまで。で、平成の30年間というのは消費税の30年間とも言われています。平成元年に消費税が入ったわけです。あの時は私、自民党でした。もう今でも忘れません。佐賀の駅前にですね、社会党の当時、岡田さんブームって言って山が動いたって覚えておられます。社会党の豊田佳子さん来られたんです。私、自民党の青年局長やった時は見に行けって言われた。そしたら、ものすごい人の山でですね、自民党の、あれとか言って、つまみ出されたんです。ちょっと変装していくんだった。それが消費税の時です。あれから30年間、370兆のお金は入ったけども、あれ、欲しい。消費税が入ったら、社会保障とか医療とかが充実するはずだと。いうことですけれども、実際に消費税は医療や社会保障の充実に使われたでしょう。
ないんですよ。むしろ370兆は所得税の減税、法人税の減税、つまり大金持ちをその良くすることに使われてしまったわけです。だから多くの国民がですね苦しむもんだから99、これですね、なんか梶原さん昔自民党やった時この頃共産党や社会党と一緒にしてもらったんだよ、おかしなこの参拝って言う人がいます。でも違いますよ、99対 0.001 の戦いなんです。多くの人たちが今申し上げたように富や豊かさや安心を奪われているわけです。それと戦う人は自民党だろうが共産党だろうが公明党だろうが友達です。そうじゃなくて一部の人たちだけ新自由主義って言うんですけども、今だけ金だけ自分だけでですね、お金をどん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 奪っていく。郵政だってそうですよ。郵便局を民営化すれば年金は高くなる、年金も安心だって言ってましたね。先生からもうたらここに乗っ取ったりとか、この人がいいよだったら髪の毛が踏み出してですね、こういうふうに順調さんのこの人個人はね、まあ、もう今の原発政策の間違いをこう反省されてるそうですけども、郵政を民営化すれば良くなったかと全然よならんわけです。この国会で土曜日の配達をなくすっていう法律が通りました。おかしかでしょ、サービスは良くなるっていうんだけど、でも逆のことがずっと起きてきたんだっていうことをですね、皆さんに申し上げたいと思います。そしてもうこれで最後にしますけど、右とか左とかいいよけども、じゃあ本当に国家主権とか国益は守られましたかと、国益は守られましたかと、拉致、ここに私青いバッジつけてます、拉致議連を立ち上げました。でもですね、今年横田茂さんが亡くなりました。私も一生懸命横田さんにそれこそさっきの本当先生 の、 在宅医療も受けてくださいって言ってやってきました。しかし結局めぐみさんに会うことなどできませんでした。本当に申し訳ないです。去年5月に、アメリカのハリソン研究所というところで講演をして、当時トランプさんとキム・ジョンウンさんがですね、38度線を挟んで握手をするということが起きました。で今年こそはと思ったけどもできませんでした。その時に拉致対策特別委員会で質疑をした後、もう1年半以上国会での質疑を逃げてます。この国会も拉致対策特別委員会を開けってやったんですが、大臣が忙しいからダメだと言います。沖縄国交特別委員会もそうです。これも開きませんでした。沖縄の返還運動を やられたのは、先頭に立って来られたのは佐賀商業出身で、陸軍中野士官学校に出られた末次一郎先生です。だから沖縄には末次先生の銅像がございますね。副学長 の、 役場の前にもあります。で、末次先生は北方領土の返還運動もなさいました。末次先生が何をなさったかというとですね、一番最初にロシアに領土問題はあるんだということを分からせて認めさせました。そして東京宣言、イルクーツク声明、いつか日本に4党の帰属の問題をはっきりさせて返すと、そこまでプーチンさんが署名をしたわけです。ところがそのプーチンさんに20何回安倍総理がお会いになりましたけども、結局もう領土問題というのを唐揚げにして経済協力ばっかりをなさったわけです。ちょっとロシアの状況を、これがですね、ロシアのイスカンダルミサイルというミサイル、これマッハ7でと言います。こっちがアバンガルドミサイルという、もう名前だけはなんか昔のアニメに出てくるような名前ですね。で、マッハ27で飛んでいきます。で、3日前に、北方領土に、我が国固有の領土の北方領土に S300 というミサイルが配備されます。S300 はどっちを向いているか、日本の領空に侵犯している国はどこか、
ロシアでしょ、中国じゃないですか。何も言わんでしょ。尖閣についても私3回行きました。尖閣毎年ですね、石垣島に行って、ちょうどあれはあの石垣の皆さんが、八重山の皆さんが、尖閣記念の日ということで条例を市議会が定めてですね、毎年1月14日がその記念日なんで、私毎年行かせていただいて、今年も行きました。でもですね、今度これも今週ですね、大木さんが、偽装漁船が来た、だから我が国の領土を守るために公船を出しましたって日本の外務大臣の前で言ったわけです。でも日本の外務大臣は何も言わなかった。ボーンってしてここにやった白紙を審査したわけです。本当に保守ですか。これ保守じゃないでしょ。保守じゃないでしょ。オスプレイについても申し上げます。もうこれバレてきましたね。要はアメリカの戦争や、私たち民主党政権、アメリカの戦争やに随分邪魔をされました。本来だったら普天間から60海里以上、120海里以上話すことができる、60海里ですね、ものも FMS です。これですね、これをオスプレイとかそういったものですけども、グローバルフォークとか、私たちの民主党政権、その前の自民党政権でもね、やっぱアメリカから装備品を買わんとですね、日本独自ではできないものもあるわけです。空を全部禁止されてますから、空の開発を。だから、買っては来たけども、安倍内閣になってから5000億、私たちの時500億くらいだったのが5000億、7000億、こういう状況なんです。で、じゃあ日本が守られてますかと。オスプレイで日本守られますか。今ドローンが飛んできて、この間の3時でしたね、ドローンに攻撃、小さなドローンに攻撃した。大きな1機220億もするものはいらないんです。いらにもかかわらず科学空港にオスプレイ基地を置くと言えます。でもですね、今年の1月、今年の前半ですね、防衛省が、佐賀の漁連を回ってですね、皆さんね、オスプレイ入れてくるんだったら、自衛隊基地を受け入れてくるんだったら、ロビンの、乾燥機も変わるんですよ、こういう公民館もできますよ、いろんなことができますよってパンペットをずっと配って、あれ消えちゃったわけです。で、私、防衛省を読んでですね、あなた、佐賀県民バカにしとるでしょと。佐賀県でこの防衛費の地域交付金って言うんですけども、地域交付金はいくらですか？何十億もお金が出るようなことを言ってるけども、いくらですか？出してみてくださいって言ったら1000万なんです。1000万、吉野ヶ里町に去年出てます。吉野ヶ里町が300万から出してるわけです。でも1000万じゃないわけですよ。700万でしょ。700万って、なんでかんで出てんのですか。嘘言うべきかいよって。で、結果、アメリカの戦争や、ちょっと、18年の予算委員会の議論です。これですね、ちょっと鼻声なんで、お聞き苦しいですか。トランプ政権ができて、約1年。トランプさんの人体いろんなのをフォローしてますよね。今までは一回戦うのかなってやっぱり私は思ってました。しかし彼は、ワシントンから権力を取り戻すと、ディープステート、インナーステート、つまりステートの中にある戦争や、この間もケネディ大統領のですね、暗殺ファイルについて公開をしました。彼はタブーがないですね。で、その中で出てきているものを見ると、日本ではなんかトランプ大統領というと理解がしにくい人というような報道があるけども、実は彼がやっている情報公開はとても重要で、クリントン・オバマ政権のあのメールの問題にしろですね、その中身を見てみると、実際にはその国と国が争っているように、あるいはテロリストが私たちを攻撃しているように見えるんだけども、ディープステート、つまり
自分たちの国の中にある戦争屋がですね、そこに、まあ、まさに自作自演の偽旗作戦をしていたんだっていうのを暴露しているように見えるんです。今まで米国が関わった戦争だけ見ますとね、アメリカの建国の歴史240なんですが、そのうちですね約140年が戦争です。近年の戦争を見ても1950年の朝鮮戦争、1964年のベトナム戦争、これは東京湾事件、これ自作自演だったということが分かっている。で、1991年のいわゆる湾岸戦争、これについてもですね、クウェートの少女の証言はそれは嘘だったということが分かっている。それから2001年からなるいわゆるアフガン戦争、これも2001年の911の実態というのが分かって、サウジを訴追する法律はアメリカでは通ってますね。で、その後のイラク戦争についても大量破壊兵器はなかった。で、何を申し上げたいかというと、私はその国と国の脅威に備えるよりも、むしろその自作自演の戦争のその実態についてもしっかりと見といた方がいいんじゃないかな、問題提起をしておきます。クエートの女の子の証言というのは、イラク兵が赤ちゃんを殺してるっていう15歳の外交官のお嬢さんの証言だったけど、これ嘘だった。赤ちゃんが殺されるんだったらそれは戦わなきゃってやって、結局イラクの子供たちがたくさん誤爆で亡くなったわけです。私もイラクに行きましたけど、アーメニア防空壕っていうのがあってですね、その上にはいわゆるトマホークミサイルの大きな穴があって、で、ちょっと岡崎はあまりにも凄惨なんで言いにくいですけども、500人を超えるお母さんと子供たちがですね、そこで蒸発したわけですね。で、そういうことをずっとやってきてる。で、私たちは今何と戦ってるかというと、解体保守。海外ですね。つまりご主人様がどこか外にいる。で、強い者にはひたすらおもね、そして弱い人たちをいじめる。それは逆ですよね。弱気を助け、強気をくじく。そうやらなきゃいけないけども逆なわけです。桜を見る会についても今度は新たに出てきました。私もちょうど去年の今日がその追及の最初の日ですよ。その写真が今日出てきましたけども、もう何をやってもその60番は総理だと、総理は枠だっていうのは分かってるにも変わらず、60番は何番か分かりません。誰を呼んだかって名簿も分かってるのに分かりません。そしてホテル利用店で5000円でですね、大体1万1000円最低かかると言ってるのに5000円でやめました。ホテル利用団員がやったんですということをずっと自分たちの事務所は関わりありませんと言われたわけです。昨年も選挙違反事件ありましたですね。例えばですね、5000円の料理を2000円しか買い取らないでやったら、もうそれだけで逮捕された方がおられたじゃないですか。これもっとすごいでしょ。しかも公費を使ってその桜を見る会に呼んでおられるわけです。で、事務所は関係なかった。補填はしてなかった。そして、明細書はない。ホテルは明細書を出さないわけないじゃないですか。全部の常識外れのことをずっと言ってですね、朝も、いやもうそんなね、追及は誤解やんないと。そういうか、もっとこう やれることをやってください。どこをやってるわけです。追及もやり、やるべくあったかい社会であり、法律も作り、予算も作り、こうやってくれっていうことをやってるわけですけど、これはそんな簡単な話じゃないです。国会で嘘をつくっていうことはですね、国民に嘘をつくということであります。ちょうどだから検察を、検事総長を自分の息のかかった人に変えようとなさったわけですね。で、それを失敗されたわけです。失敗をなさいました。で、今度はやっぱり、
もう嘘のつけない証人喚問という形にして、国会を取り戻さないか。取り戻さないかと。で、さっき7兆円のこの、これを使わんって言いましたけど、おそらくですね、解散を年明けに打ってこようと考えておられるんだと思います。なぜなればまだこっちがですね、準備が、今やっと200人ぐらい、公認候補、立憲民主党という形で、元の民主党がもうバラバラになりました。私が病院で死にそうな時にもう亡くなっていました。で、いや、前回の総選挙の時に皆さんにお約束をします。もう一つの大きな塊を最低でも作って帰ってきます。で、それはできます。しかし、まだ、産み立てですから、いろんなものを整備を、枝野さんたちとやってる最中です。で、ここを多分、狙ってこられるんだと思います。いや、コロナやけんが選挙するわけだかよって皆さん言われますけれども、そうじゃないと思います。コロナだったら国会は開けるでしょ。だって、3週間が勝負だとおっしゃってるわけだ。開けないじゃないですか。コロナだって、経済が年越せないっていう方々がおられるから予算使うでしょ。使わんです。これ、産業補正に取っておくんですよ。で、産業補正で、ドーンとやって、そして、はい、通しました。皆さん、私に投票してくれたら、この予算、皆さんに渡しますよ。という昔ながらの、依存と分配の選挙をなさるんじゃないかな、っていうふうに思います。いずれにせよ、絶対に負けられない。もう、こういう悪性、これをですね、右とか左とか保守とか革新じゃない。日本を守る人たち、日本を取り戻す人たち、その人たちとですね、頑張っていきたいというふうに思います。本当にありがとうございます。次をお届けしたいと思います。